鉛筆の先がですねアルカリ性になってフェノルフタレインがこう反応して寒天を使った電気分解、色素の色が変わったりですとかね、そういった実験はよく行われてるんですけども、最近またですね、まあ、ちょっとはっきりお見せできないんですけども、教育関係の出版社でそのインクを使わないで寒天の上にペタペタとハンコマークみたいなのつけるっていうね、実験を紹介した、監修した関係ね、まあ、似たようなバージョンの実験を、ちょっと考えてみました。要はですね、このステンレスと、電極ですね、乾電池を使って寒天の表面にこう電極をつけて、その電極の付近の、液性が変わると、結論言ってしまうとね、アルカリ性になってフェノルフタリンが変わったりするんですけども、それが色が変わってね、このデザインに影響を及ぼすといった、そういった実験です。寒天なんですけども、こちらにも溶かしてあるやつがあるんですけども、寒天を使った実験でね、ちょっと気をつけてもらいたいのが、寒天ありますよね、市販の寒天なんですけど、溶かして完全にですね加熱をしてよく溶かしておくってことですね、比べてもらうと分かるんですけども、普通のね水温というか室温ですと濁ってるんですけども、一旦ほとんど煮沸に近い温度まで上げて、あまり高くしすぎるとこう吹きこぼれちゃったりするので、一旦そうですね80度とか90度とかそのぐらい加熱して、よくこう溶けた状態でね、こう透明になるんで溶けた状態にしてから使ってくださいですね。濃度にもよるんですけど、これ大体1% ぐらいなんですけども、大体40度とか50度ぐらいだとだんだん固まってきますので、これ放冷してあって、その間にこちらの作業を進めることにします。手元を移しますと、これステンレスなんですけども、ステンレスの上にこうろ紙ですね、ろ紙にこう油性ペンでこういたずら書きをしたっていう、これ枝のつもりなんですけど、こう枝ですね、枯れ枝、枯れ木、枯れ枝ですか、のつもりで書いたものです。この絵をまずろ紙にこのデザインをしたものですね、これを準備すると、あとは、電気が通りやすいってことで、ステンレスの器、それからリード線がプラスマイナスとつながって、もつながってるんですけども、これ9ボルトの乾電池ですね。電圧の方なんですけど、寒天自体にですね、少し塩類が溶けてることもあるんですけども、実際には電気を通しやすくするために、食塩でもいいんですけど、発生するね、気体の関係があるので、これは硫酸ナトリウムなんですけども、電気が通りやすくするためにこういった電解質を溶かしておくということですね。それから、液性が変わった時にね、アルカリ性になった時に色がピンクの色になるようにということで、フェノルフタリンをちょっと多めに入れておきますね。フェノルフタリンを加えておくということになりますね。また電極の話に戻りますけど、陽極の方はね、こちらステンレスの方にリード線をつなげておいて、こっちの陰極の方ですね、マイナスの方は、これは鉛筆ですね、鉛筆を両方削って、この炭素の方をむき出しにしてありますね。こちらの方ですね、頭の方の炭素の電極にこれを、陰極をつなげておいて、これでもう電気は通るんですけども、このステンレスの器の方にですね、事前に用意しておいた寒天液を注ぎます。寒天注いで数分経ちました。もうだいぶ固まってきたんですけども、まだちょっとゆるゆるな感じがしますけど、要はですね、この電源ですね、乾電池によってこの電解液にこの電極が触れると、その部分でですね、化学変化が起こるっていうものですね。
こちらの鉛筆の先ですけども、こっち陰極になるので、陰極側ではこう電気分解によってですね、まあ、水の電気分解ですねによって、この芯のとこあたりがですね、ややこうアルカリ性になるんですね。まあ、イオンとすると、まあ、水酸化物イオンなんですけども、アルカリ性になるものですから、このフェノールフタレインがね、赤紫色に変わって、こうやってペン先で触れていくと、そこの部分が見えますかね、ちょっと、赤紫色になってこう枯れ木に花が咲いたようなデザインになるんですけども、こんなアイデアを出してみたんですけど、このアイデアの意図が理解できるようなものになってますでしょうか。花が咲いてるように見えるかしら。もうちょっと近づけてみますか。どうですかね。一応花が咲いて、桜でしょうかね。桜をイメージしたんですけども、どうでしょう。この鉛筆の先がですね、アルカリ性になってフェノールフタレインがこう反応して赤紫になるっていうことが分かっていただけたでしょうか。ね、あの電気分解はね、あの電極の付近の化学変化ですので、このペン先だけではなくてね、あの、まあ、正確にはね、このステンレスの寒天に触れている部分でもやっぱ化学変化が起こってるんですけども、そちら側は酸性になってるんですよ。こっちのペンの方、鉛筆の方がアルカリ性になってるっていうだけですね。はい、もうだいぶ寒天固まってきてね、これは別に9ボルト電池じゃなくてもね、あの寒天の濃さですとか電解液の、まあ、濃度ですとかね、そういったね条件にも左右されるので、まあいろいろ条件を変えてこう試してみると良いかなと思います、ね。深くこう差し込んでいくと、とこうよく見るとですね、気泡がこう発生してたりですとかね、あと時間が経つとね、この生成したね、このイオン種の拡散が起こるので、だんだんこう色が減衰していってしまうんですけどね、まあ、手軽にできるこう、まあ、ちょっとアート的な実験としてお勧めしたいと思います。はい、実験しながらね説明してるのがちょっと分かりにくいと、まあ、言い訳になるんですけども、あの作業しながらですとね、ちょっとこう説明がおろそかになっちゃったりして、手元がね逆にこう狂っちゃったなんかもするんですけどもね、まあ、ちょっと分かりにくいということでね、最近こうパネルを使って一生懸命こう説明するようにしてるんですけども、まあ、最初に話したようにね、あのある、教育士のね、これあまりお見せできないんですけども、あの、まあ、よく監修を担当させてもらってるんですけどね、その似たようなねコンセプトで実験をこう紹介してるんですけども、まあ、ぜひねこちらの方はね、教育士の方はきちんと購入していただいて、この、まあ、電気分解でね、なんで色がこう色素の色が変わるかっていうねことを簡単に説明しますと、こういったことになりますね。まあ、あの全体のイラスト的にはこの点線で描いてあるとこの下の部分がね、この寒天の、まあ、そうだと思ってください。で、あの使ったねこう 電極の種類とか溶けている電解質によって、あの正確にはねちょっとこう感覚反応は微妙に違ったりするんですけど、まあ大雑把に言って水の電気分解が進むと。で、まあ、電源で、まあ、電圧をかけると、まあ、全体のこの回路の流れとしては、あのこのプラス陽極ですね方から電子がこう回ってきてですね、から陰極の方から電子が供給されると。で、まあ、こちらの陰極の方ですね、鉛筆の方から話をしますと、供給された電子を受け取って、まあ、水が電気分解を受けるんですね。水がちょっとあの反応式そのままは難しいんですけども、電気分解を受けて水酸化物イオンが生成すると、まあ、これが水液中でアルカリ性を示すので、
ね、液性がアルカリ性になるのでフェノルフタレンが赤紫色になったということになりますね。で、まあ、枯れ木に花が咲いたような変化が見られたというそういうわけですね。まあ、正確に言うとね、分解電圧にもよるんですけども水素が発生するというふうに、まあ、教科書的には説明されたりします。反対側なんですけども、反対側は逆にですね、やはり水が電気分解を受けて、まあ、電子が奪われると、その時に水素イオンが生じるので、こちらの方はやや液性がこう酸性に傾くと、まあ、酸素も発生してくるんですけども、さっき柿損地って言ったんですけど、柿損地しちゃったんですけど、アルカリ性でねフェノルフタレン加えられた色素が、まあ、赤紫色に変わっていくというような、まあ、色の変化を使った、まあ、ちょっとこうアート的な化学実験ですね。まあ、手軽にできるのでね、ぜひチャレンジしてみると良いと思います。